こんばんは、こんばんは、菊池さん、こんばんは、ハレルヤ、アメン、アメン、こんばんは、こんばんは、ハレルヤ、アメン、アメン。はい、こんばんは。あとですね、金土日、あと3日でですね、お正月です。あと3日でお正月です。皆さん、お正月は待ち遠しいですか？イニスさん、こんばんは。菊池さん、僕はなぜかダメかを知っています、アメン。皆さん、お正月待ち遠しいですか？お正月待ち遠しいですか？お正月待ち遠しいですか？ひかるさん、きっちゃんさん、くすやまさん、今日はツイキャスです。かつやさん、イブリスさん、はい、どうも。そうですね、まあ待ち遠しい、子供にとってはね、まあ今の子供は分かりませんけど、私の頃はですね、あまりクリスマスっていうのをやらなくて、まあお正月一辺倒で、まあ、お年玉ですよね。まあ子供にとってはですね、お正月は、まあおせちもまあ楽しみですけど、まあお年玉が一番楽しみだったでしょうね。まあ今の子供たちもですね、あのお年玉が楽しみな子もいるかもしれませんね。地震大丈夫でしたか？大丈夫でしたね。ここはどこですか？ここは東京町田ですね。ここは東京町田です。お年玉毎年楽しみです、アメン。まあ昔の感覚だとですね、もうお正月っていうのは本当にこう、なんていうんですかね、なんか新しくなる、新しくなる、すべてが新しくなるみたいな、ね、なんか独特の、感覚がありましたけど、今はもう、そういう正月的な気分が減ってきてですね、何かこう、変化が少ないというか、ああ、お正月みたいな、まあ、寝正月とかですね。まあ、あんまりこのメリハリがなくなってきたかもしれませんね。でもクリスチャンになってお正月の本当の意味が分かりました。お正月の本当の意味、それは、イエス様の再臨によって、世の中が全く変わってしまう、もうこの罪の世界がなくなって、新しい新天新地、新天新地、新天新地って黙示録の21章に書いてあるんですね。新しい天と地が作られるとあります。つまりもう本当に、悪魔が働かない世界、死もない、苦しみもない、悲しみもない、そういう世界が来るんです。神の国が来るんです。神の国が来るんです。皆さん信じますか？神の国が来るんです。神の国が来るんです。皆さん信じますか？まあ、それがですね、まあ、お正月で表されるんです。お正月というのは、神の国が来た。神の国が来た。それがお正月なんですね。でイスラエルではラッパの祭りと言います。ラッパっていうのは角笛ですね。角笛というのはね、イエス様が来られた、イエス様が来られた、素晴らしい時代が始まる、神の国が来た、神の国が来た、そういう意味なんですよ皆さん。
ですから私たちはですね、そういう信仰でお正月を迎えます。信仰でお正月を迎えます。で今年、来年はですね、もう元旦が日曜日、元旦が日曜日、ね、いいですね。珍しいんですよ。私あんまりね、そういう記憶がない。もうクリスチャンになって39年ぐらいですけど、39年ぐらいですけどね、もう本当にお正月、元旦に日曜日っていうのはちょっと珍しいじゃないかと思うんですけど、ですからすごく大事なんですよ。明後日はですね、すごく大事なんです。で、なぜ大事かというと、もうその初詣に対抗するんですね。皆さん、初詣は、ね、偶像崇拝ですね。偶像崇拝。その初詣に対抗するのが、教会の礼拝。教会の礼拝。それがですね、初詣に対抗するわけです。つまり、ね、こう、もう元旦に、パーンね、元旦にバーンってですね、こうぶつかるわけです。初詣と教会の礼拝がもうエリアのですね、エリアのその、焚き火みたいな感じでね、エリアの焚き火っていうのがありまして、その偶像崇拝とその旧約の神とどっちが本当の神かという、そういう戦いがありまして、まさにそのエリアの戦いみたいな感じで、しあさってはですね、初詣と教会の礼拝が対決しますね。対決します。もうそういう意味で来年はちょっと特別のような気がしますね。ちょっと特別なお正月、特別なお正月のような気がします。そういう意味で私たちは、信仰的にね、信仰的にものすごい期待感、もうワクワクドキドキ、ワクワクドキドキ、もう信仰的な期待感でいっぱいなんですね。信仰的な期待感でいっぱいです。ぜひ、皆さん、そういう、信仰的な期待感ね、皆さんも持っていただければ嬉しいなと思いますね。信仰的な期待感を持っていただけると嬉しいなと思います。近くの教会でも元旦礼拝すると書いてありました。アメン。それではですね、それでは、そうですね、まず皆さんに答えてもらいましょう。なぜ初詣がいけないか、もう毎年やってますから、もう皆さん大体分かってると思うんですけど、なぜ初詣がいけないのか。あ、2012年も1月1日、あ、そうでした。じゃあ今から、4年前もそうでしたか。わあ、ちょっと忘れておりました。4年前もそうだったんですか。そうですか。はい、じゃあ私の、記憶がですね、間違ってました。それじゃあ皆さん答えてください。なぜ初詣はいけないのか。もちろんこれはキリスト教的に考えてですよ。まあ教会によってはいいっていう人もあるかもしれませんが、まあキリスト教的に考えるとなぜ初詣がいけないのか。はい、皆さん、天国大学テストスタート。天国大学テストスタート。偶像崇拝だから。
さすがにいいっていう教会はないと思います。神様はイエス様一人だけだからです。聖書に書いてあるから。僕は75歳ですが、放送を見始めた頃から初詣行ってません。イエス様以外に神はいないから。神社的な儀式だから。イエス様は涙を流し初詣で悲しんでると思います。私も初詣行くのをやめました。今年からクリスチャンです。サタンに騙されてる証拠だから。神に目覚めてから初詣に行っていません。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。素晴らしい。はい、素晴らしいですね。アメン、アメン。神社には神は存在しないので祈っても無駄です。今日ですね、ある方とちょっと話したんですね。ある方と話した、この方が神様ですね、この方が神様ですという時にですね、皆さんイエス様ほどですね、イエス様とほどはっきりね、この方ですっていう神様はいないと思うんです。例えば仏教ではね、そもそも神様はいないです。仏教にはね、イスラム教ではアラの神ですけど、アラの神がどういう神かよく分かりません。ユダヤ教は確かに、聖書の神様ですが、ヤーウェの神様ですけど、しかし、その似姿は似姿というか、神のね、このイメージとしてはなかなか分かりません。他の宗教もですね、もうその神とは言えません。アマテラスオミカミが神だという神社もたくさんあるんですけど、でもアマテラスオミカミがどんな神か分かりません。菅原神社は菅原道真ですけど、明らかに人間ですね、明らかに人間。明治神宮は明治天皇が神ですけど、明治天皇が神だと思っている人はいないと思います。また東照宮は、徳川家康ですけど、徳川家康を神だと思っている人はいないと思います。つまり日本の神社というのは、おおよそ人間が多いわけですね。人間が多いわけです。で、人間は、神じゃないですね。ですから皆さん、こう世界を見てください。この方が本当に神様ですとはっきり言うような神様はいないのです。イエス様しかいないのです。イエス様だけが、ね、明確に
この方は神様ですと、はっきりとこう分かるような神様です。他の神様はね、もう全然比べようがありません。比べようがありません。他に神がいないからですね。他に神がいないから。ですから、世界中見てください。皆さん、どこにイエス様のようにはっきりと、ね、この方が神だという神は他にありますか？ないでしょう、皆さん。ないでしょう。他に神はいないでしょう。ぜひ皆さん、こんなに明確なこと、こんなに明確なことをね、多くの人はまだ気づいていないんですね。はい、まあ、そういうわけで皆さん、どんな神が祀られているかわからないで、初詣行ってる人も多いんですね。自分が行ってる神社がですね、どんな神が祀られているかわからない、要するに、そのどんな神でもいいみたいな、その祀られてる神が誰だか関係ないねみたいな、そういう感じで初詣行ってるんじゃないでしょうか、ね、そして初詣だけに行くための神社で、それ以外にはまあ行かない場合も多いし、初詣に行くからといってその神社を本当の神を本当に敬ってるとか、その神様に日々祈ってるとか、そういう人は少ないんじゃないかと思うんですね。初詣で終わりみたいなね、初詣だけの信仰ってちょっと変だと思いませんか？私たちはですね、毎日のようにイエス様に祈りますね。毎日のようにイエス様に祈りますけど、まあ、初詣だけの信仰ってなんか変ですよね。それは信仰と言えるでしょうか？単なるまあお正月の、まあ、行事みたいなね、単なるお正月の行事で、信仰とは程遠いのではないのでしょうか。私は聖書を読んで初詣、日本の山がサタンに、支配されていると気づきました。アメン。まあそういうわけでですね、皆さん、そのあとしあさって、あと3日で正月です。ちょうどまだ3日目なので、もちろん皆さんはもう十分、繰り返し聞いてきて、まあ、理解してない人もたくさんいると思いますが、まあ、理解してくださった方もたくさんいるんじゃないかと思うんですけど、まだまだ言い続ける必要があると思いますね。言い続ける、なかなかこうね、こう、初詣ダメですなんていう人ってあまりいないと思うんですが、まあ、初詣はね、呪いです、ね、初詣は呪いです、まあ、営業妨害になるかもしれません。でもこれは宗教的な問題ですから、ね、単なる営業妨害ではなく宗教的な問題ですね。まあ、その神社がですね、イスラエルから来ているということはあります。だから、その神社はイスラエル由来ですけれども、しかしそれが形だけになっている。イスラエルから来た、まあ、神道といいましょうか、日本の神社の中に八田の鏡っていうのがありましてね、八田の神社の三種の神器の中に八田の鏡っていうのがありまして、その鏡の後ろにね、エヘイエアシェルエヘイエって書いてあるんですね。エヘイエアシェルエヘイエ、それどういう意味かというと、ヘブライ語でですね、我はありてあるものという意味らしいんです。でそれは聖書に書いてあるんですね。聖書で、旧約聖書の出エジプト記3章14節に、私はありてあるもの、
モーセがですね、神様に聞くんです。あなたの名前は何ですか、ね。モーセが神様に聞くんですよ、名前を。そしたら神様がね、私はありてあるもの、私はありてあるものって言ったんですね。そのエヘイエアシェルエヘイエで、これがヤハタのヤタハのヤタハの鏡、ヤタハの鏡の裏に書いてあるんですよ、皆さん。ですから神道は、ユダヤ教から来てるんですね。宗教は、その宗教はユダヤ教から来てるんですよ。はい、まあ、それね、ネットで調べればすぐ分かりますね。ネットで調べてください。例えばですね、イスラエルと信徒とかね、イスラエルと信徒とか調べればすぐたくさん出てきますから、まあ、ぜひ見てください。つまり初詣と、ね、イスラエルと関係がある、初詣とイスラエルと関係がありますね。だからそのイスラエルのお正月、ラッパの祭り、ロシュハシャナと言いますけど、まあ、それが日本に伝わってきたということですね。で、お年玉みたいなこともイスラエルではあるらしいですよ。お年玉みたいなのもあるし、おせち料理みたいなのもイスラエルではあるんですよ。おせち料理みたいなのがイスラエルにはあります。ですから、日本のお正月はイスラエルのお祭りと言ってもいいでしょう。そしてそれはイスラエルも知らないんですけど、結局はイスラエルのお祭りはイエス様のお祭りです。そしてそのお正月というのは再臨の予言だということですね。再臨の予言ですね。めでたいから鯛を食べ、喜ぶから昆布を食べ、長生きしたいからエビを食べる、ね、そういうなんかこうダジャレみたいなのがありますけど、それはなんか、ね、イスラエルにもあるらしいですよ。イスラエルの食べ物にもそういうダジャレみたいなのがあるみたいですね。そしてお餅があるでしょ、お餅、ね。お餅をですね、鏡餅っていうのはこう2つぐらい重ねるのかな。でイスラエルでもですね、杉越の祭りの時にマッツァオといってね、マッツァオというパンを3枚重ねるんですね。ですから鏡餅はそのイスラエルの杉越の祭りのマッツァオから来てるんではないでしょうか。それからおとそってあるでしょ、おとそ。皆さんおとそなんて飲んだことはないと思うんですけど、今おとそ飲むとこはないかもしれませんね。私が小さい時には毎年おとそ飲みましたけど、おとそっていうのはなんかこうあれなんですかね、あれお酒なんですけどね、まああれが杉越の時のワインと考えますね。杉越の時のワイン、それがですね、はい、おとそなんですね。それからですね、あと何があったかな、あとお正月、まあ、その初詣も実はですね、イスラエルにもあるんですよ。イスラエルもまずですね、お正月まず神殿に行くわけですね。神殿に行って、まず神殿に行って、そしてお祝いするわけです。だから初詣もある意味ではイスラエル由来なんですね。だから神社が、まあ、神殿ということですね。神社が神殿で、神社とですね、神殿が非常に似ているんですね。似ています。今のですね、ヤタの鏡についてはですね、ちょっとこれを見ていただければ参考になるかもしれませんね。これがヤタの鏡のソースの一つですね。はい、それではですね、
あと何を話しましょうか。今日の朝も話しましたけど、私が小さい時はですね、靴とか服とか全部新しいのを買ってくれてですね、もう本当に新調するわけですね。もうお正月っていうのは全てが新しくなる、全て新しいものを着るという、そういう感じなんですね。はい、それではですね、きっちゃんさん、僕は元旦礼拝に行きます。アメン。おせち料理食べてもいいですか。私はね、おせち料理は食べていいと思いますよ。おせち料理は問題ないと思いますね。ただそのお正月飾りって、お正月飾りは良くないような気がしますね。門松とかね、今門松する人なんてあまりいないかもしれませんが、門松とかお正月飾りというのは良くないような気がします。はい、そういうわけでですね、まあ、初詣がなぜ行けないか、初詣はなぜ行けないのか、ね、私たちは単なるその習慣、単なる伝統ではなくて、それをやはり私たちは検証する必要があるんです。検証する必要があります。皆さんぜひですね、私たち日本人ですから、日本人の習慣、日本の文化というのがあるわけですけど、それをただ鵜呑みにしないで、日本人だから、まあ、最初はね、それは鵜呑みにしていたかもしれません。しかしそれは一体どういうことなのか、どこから来たのか、由来は何なのか、やっぱりそういうのは考えるべきだと思います。柴田さん、キューちゃんこんばんは。クリスマスの飾り付けはもう片付けた方がいいですか。いや、飾ってってもいいですよ。もちろん片付けてもいいですが、飾っててもいいと思いますね。教会のクリスマスはまだつけてますね。教会ではまだつけてますよ。それからちょっとアナウンスがあるんですけど、今日の朝も言いましたけど、皆さんからですね、ビデオクリップを募集しています。で、2つありまして、1つは自然モード、自然モードかな。要するに皆さんの住んでるところで、まあ、綺麗な景色、綺麗な場所、ね、花とか動物とか、そういう自然にちなんだ、ビデオクリップを数分ですけど、それを送ってくださるたら嬉しいと思います。まあ、それはそのまま全部放送するわけじゃないんですけど、その中から選んでですね、それを放送したいと思います。あとは証モードっていうのがありまして、証モードは証またはショートメッセージですね。皆さんの中で証をしたい、またメッセージをしたいっていう人が、それもビデオクリップでですね、まあ声だけでもいいです、声だけでもいいですが、映像があればなおいいですが、そのビデオクリップを、そうですね、スカイプでもいいですし、それからメールだと送れないのかな、メールだとちょっと無理かもしれません。スカイプでもいいですし、 LINE でもいいですし、それから CD でもいいですし、ぜひ送ってください。柴田さん、そうなんですね。じゃあもう少し語っていようと思います。短い動画を送ればいいのですか。そうですね、短い動画ですね、証とか、メッセージ、ショートメッセージ送ってくださって、その中でですね、選ばさせていただいて、それを放送したいと思いますので、皆さん、ぜひ送ってくださいね。
はい、ちょっとそういうことを思わされてですね、皆さんに募集しています。募集します。ニコ動でアップロードして新着動画を進行動画で埋めたい。アメン。またあの YouTube でですね、 YouTube とかニコ動でアップしたのを教えてくれても結構です。それを見ますので、そういう方法もありますね。柴田さん、進行的な動画を送りたいと思います。ああ、送ってください。まあ著作権のないやつがいいですね。著作権のないやつですね。私が放送してもいいのがいいですね。手紙で送ったら読んでくれますか？そうですね、メールでですね、佐竹さんのようにメールで証を送ってくださっても、それを読まさせていただきますので、メールでもいいです。メールでもいいですね。はい、湊さんとこの恋愛動画見ましたよね。見ました。はい、それでは角部行きましょうね。角部、時間的にちょうどいいですね。角部行きましょう。はい、何角部、もう知ってるでしょ。初詣が行けない。そうですね。はい、動きました。初詣は角部の祭り、ごめんなさい、間違った。正月は角部の祭り。正月は角部の祭り。ラッパの祭り、角部の祭り。正月は角部の祭り。まーちゃん、はじめまして。私もクリスチャンです。突然ですが、適当な根拠があって言っておりますね。根拠があって言っております。スヌーピーさん、ハレリア。初詣はですね、聖書的には偶像崇拝ですね。聖書的には偶像崇拝です。はい、それではですね、明石タイム行きましょうかね。あ、もう一個明石が、柴田さん、私の住む町は大自然です。信仰的な景色や空を送ります。あ、じゃあ楽しみにしてますね。楽しみにしています。ぜひぜひ送ってください。それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、本当に偶像崇拝は良くない、偶像崇拝は良くない、初詣は良くないということが分かった証し、イエス様を信じて、お正月がラッパの祭りで再臨を表すんだということが分かった証し、イエス様を信じて、再臨が来れば、イエス様が再臨すれば、もう、
罪の世界がなくなるということが分かった証、忌まわしいものがなくなって全てが新しくなることが分かった証、また期待するようになった証。スタートスタートスタート。初詣はイスラエルの儀式だということが分かった。イエス様の再臨が近いことを自覚いたしました。初詣には絶対行きません。アーメン。初詣には絶対行きません。イエス様に会えて本当に良かった。嬉しくて言葉にできない。天皇も靖国も偶像崇拝だと思った。日本人は初詣を廃止すべきだ。実家のお寺が教会になると思って日々祈っています。節子さん。偶像崇拝など即刻やめるべきだ。みんなのために祈ろうと思いました。日本は伝統を捨ててキリスト教を信じるべきだと思った。この放送のおかげで人生ハッピーになりました。自閉症が治った。神様ありがとう。日本人は素直に悔い改めるべきだ。来年もこの放送、家族から初詣に行こうと誘われなくなった。アメン。反抗期の娘にこの放送を見せようと画策しています。イエス様の
のみを、イエス様のみを救いと思い、来年もキューちゃんの放送も楽しみです。初詣に行かないよ。コミケも偶像なので開催しないでほしい。私は韓国にいた時からこの放送が好きで見ています。初詣じゃなく南京に行きたいです。イスラエルを嫌う国がなくなりますように。クリスチャンになってから初詣など偶像崇拝はしていません。この放送で神社寺に行かなくなりました。神の存在を知った。もう悪さはできないと思った。この放送のおかげで初詣も墓参りもしてません。キューちゃん、クリスチャンが神社に行って悪霊を追い払うことは可能でしょうか。まあ、それはしていますね。それは鳥なしの祈りということでしていますが、でもそれはですね、ある程度信仰的な人と一緒にやらないと危険な時もあります。はい、ちょっと BGM 終わっちゃいましたね。BGM ですね。
末期がんが治ったイエス様はいるんですよ。末期がんが治ったイエス様はいるんですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。毎年、初詣毎年行ってましたが、やめます。アメンアメン。素晴らしい、素晴らしいです。皆さん、日本は変わらなければなりません。日本は変わらなければなりません。今まで悪魔に騙されてきました。悪魔に騙されて、偶像崇拝をさせられていました。悪魔に騙されていたんです。聖書にですね、人は騙されて偶像のところに行かせられると書いてあります。この世はですね、偶像崇拝だらけなんですね。この世は偶像崇拝だらけです。偶像というのは神社お寺だけではありません。お金も偶像だし、酒タバコも偶像だし、ギャンブルも偶像だし、恋愛も偶像だし、学歴も偶像だし、さまざまなものが偶像になります、ね、仕事も偶像になります、ね、結婚も偶像になります。いろんなものが偶像になるんです。自分自身も偶像になります。ですから皆さん、私たちは本当に、そのいろんな偶像をです、捨てなければなりませんね。いろんな偶像を捨てて、本当に誇るべきもの、本当に誇るべき方、その方を誇ること、イエス・キリストを誇ること、イエス・キリストを誇ることが本当の礼拝です。本当の礼拝、この方に勝るものは何もないのです。他に神はいないのです。他に救いがないのです。意味のない偶像を拝んでも虚しいです。その通りです。そうです、意味のないものを、拝んでもしょうがないのです。本当の神様、本当に生きている神様、私たちのために死んでくださった神様、私たちを本当に愛している神様、この方だけなんです。この方だけに力があるのです。この方だけに愛があるのです。この方だけに愛があるんです。皆さんは本当の神を知ったのです。イエス・キリストを知るということは本当の神を知ることなんです。イエス・キリストを知るということが本当の神を知ることなんです。そしてその方によって、罪が許されて、その方によって救いを得るのです。その方によって永遠の命を受けるのです。イエス・キリストを信じて、イエス様ご自身がその人の心の中に来てくれて永遠の命を受けるのです。永遠の命を受けるのです。そして私たちは罪から解放され、悪いことをやめるようになるのです。イエス様に祈れば明日の心配をしなくていいんです。アメン。証の中にですね、悪いことをやめた、お酒タバコをやめた、フィンコをやめた、ギャンブルやめたという、罪から解放された証があるんです。イエス・キリストを信じれば誰でも罪が許されて、罪から解放されるんです。罪の奴隷から解放されるんです。誰でも罪の奴隷から解放されるんです。太陽戦争がですね、太陽戦争が本当に天皇崇拝、
靖国神社参拝から来てると私は本当に思います。そのヨさんはギャンブル中毒でしたが、今ではギャンブルから解放されている。アメン。あの戦争がなぜあったのか、なぜ戦争してしまったのか、それが天皇崇拝や靖国参拝だということをまだ日本は知らないんです。日本人は知らないんです。偶像崇拝によって戦争したんだ、偶像崇拝によって戦争したんだということ、多くの日本人は知らないんです。戦争の原因を知らないんです。戦争の原因を知らないんです。それを、知ってですね、その偶像崇拝をやめたときに、偶像崇拝をやめてイエス様を信じるときに救いが来るんです。イエス様を信じるときに救いが来るんです。罪が許されるんです。罪が許されて、罪が許されて救いが来るんです。それが証です。それが証です。すべての人は救われなければならない。すべての人は救われなければならない。悪魔は人を妬んで自分が天国から堕落したので、人間が天国に行くのを阻止するために、悪魔は人間を妬んで偶像崇拝で縛ろうとしているんです。人間がイエス・キリストを信じて救われること、サタンは良しとしないで、サタンは妬んでる。人間を妬んで、人間が救われないように、人間が救われないように偶像崇拝で縛ることがサタンの魂胆なんです。社会の底辺だった僕が救われている。菊池さん、アメン、アメン。サタンは人々を縛っています。嘘で縛っています。嘘で縛っているんです。皆さんが当然だと思っているような考え方がサタンの嘘なんですね。サタンの嘘です。救われるのに学歴や職歴、貯金は関係ないと分かった。アメン。その通りですよ。その通りです。救いというのはそういうものではないのです。救いというのは神様との関係です。神様との関係です。神から断絶しているならば救いがないんです。イエス・キリストを通して神と和解し、神と和解して神の祝福を受けるようになる。神と信頼関係を持つようになる。それが救いなんです。それが救いなんです。それが救いなんです。もうすぐ2016年が終わります。今年もいろいろありましたけれど、神様の恵みでいっぱいです。神様の祝福でいっぱいです。来年はもっともっと、来年はもっともっと祝福が来ます。イエス・キリストを信じる人に祝福が来ます。恵みが来ます。神様から恵みが来ます。祝福が来ます。イエス・キリストを信じる者は神に祝福されるんです。神様に祝福されます。イエス様以外に皆さんを祝福するものはないのです。イエス様以外に皆さんを幸せにするものはないのです。はい、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、そうか、偶像崇拝は良くなかったんだ、神様は、神様は、一人しかいないんだ、本当の神様は一人なんだ、
本当の神様は一人なんだ。今までは騙されていた、偶像崇拝でするように騙されてたんだ、悪魔に騙されてたんだ。これからは偶像崇拝をやめて、初詣をやめて、イエス様だけを拝むんだ、イエス様だけに従うんだ、イエス様からだけ祝福が来るんだ、十字架によって救われるんだ、十字架以外には救いがないんだ、十字架以外に救いはないんだ、十字架から救いが来るんだ、イエス様からだけ救いが来るんだ、そのように分かった人、そして素晴らしい祝福を受けたい、来年神様によって素晴らしい祝福を受けたい人、アメンと言ってください。アメン。来年は信仰で歩みたい、イエス・キリストを信じる信仰で素晴らしい素晴らしい、一年を過ごすんだと思う方、アメンと言ってください。アメン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 。天のお父様、感謝します。感謝します。あなたは日本を愛していて、日本人を愛しています。あなたは幾度も日本を救おうとされてきましたけど、日本はあなたを拒んで拒んで拒んできた歴史です。イエス様、どうぞ日本を憐れんでください。日本はまだサタンに縛られ、偶像崇拝に縛られています。仏壇を拝んだり、神棚を拝んだり、お寺や神社に行ったり、悪魔の、騙しによって偶像崇拝をさせられています。イエス様、どうぞ日本を憐れんでください。日本人を憐れんでください。サタンの嘘を縛ってください。サタンの嘘を縛り、日本人が誠の神を知るようになりますように。イエス・キリストこそ唯一の救い主、神の子で、日本を作ったのも神様で、日本人を作ったのも神様です。その神様に立ち返るためには、イエス・キリストを信じる信仰から始まらなければなりません。どうぞイエス様、憐れんでください。アメンと言った人たちが、イエス様を信じる信仰に入っていきますように。真理に入っていきますように。救ってください。イエス様、救ってください。あなたの血潮で、リスナー全員を覆ってください。あなたの血潮で覆ってください。あなたの愛で覆ってください。人々の心が変えられますように、清められますように、あなたの血によって、あなたの愛によって、人々の心が変えられますように、清められますように、悟りますように、イエス・キリストこそ救い主、イエス・キリストこそ救い主、すべての人の神であると悟りますように、悟りますように、悟りますように、イエス様、触れてください。あなたが触れてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ありがとうございました。また明日の朝、シャローム。シャローム。アーメン。アーメン。アーメン。シャローム。シャローム。